お主、太郎兵に鎧を着せたそうじゃな。うん、あやつめ、うずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあその通りじゃな。無理くり着せているからの、何かあれば鎧はすぐに剥がれちまうさ。誰かを乞うような、どこか悲しい音じゃった。おい、誰を呼んでおる。もう一度聞かせてくれ。お主わしは熊野神左衛門と申す。堀回りの見回りを任せられております。見かけぬ顔だが、いずこの組衆か。明かせぬ。明かせぬとな。さては忍び衆でござるか。明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう。これ以上司祭は聞きませぬぞ。時に忍び殿、この辺りで三味線の音を聞いておられぬか。音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。知らぬ。そうでござるか。忍び衆ならばもしや心当たりがと思うたが、あの調べは誰を呼んでおったのか。くう、なぜだか無性に気にかかる。いや、何でもござらん。忘れてくだされ。
我が金、こんなところにも死者があるところ、また供養衆あり、汚れとて我らばかりは見捨てまい。さあご供養していきなされ。死者があるところ、また供養衆あり、いずこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。もしや忍びのお方でしょうか。そうだ、やはりそうですか。あの任を受け負っていただけるとか。私は道中落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。
この千文字は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方がよいでしょう。それでももしこの千宝寺に入る理由があるのならば、止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。旦那、待ってましたぜ。いただいた銭を元手に品を仕入れやした。さ、買っていってください。ところで旦那、聞いてください。わしはね、商いをもっと大きくしたいと考えてやす。このアシナはいつ滅びるかもわからねえ、いわば沈みかけた船だ。つまり成り上がる好機じゃねえかと思うんでさ。そこで一つ頼みがありやす。なんだ？アシナの侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつがわかればアシナの侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をお持ちのはず。ぜひお願いしやす。毎度旦那。さあ、買っていってください。じゃあな、旦那。アシナの侍どもが今欲しがっているもの、そいつが分かったら教えてください。確かに。だがわしにはわかるぞ。まるで誰かを呼び泣いておるような。もしやこのわしを。お主、時折聞こえるぞ。なあ、教えてくれ。わしを呼んでおるのか？どうした？ああ、忍び殿か。音をたどり、ここまで参り申した。ほら、かすかに、
風に乗り、この先の穴底から調べが聞こえるでござろう。何も聞こえぬ。そうか、わしにだけ聞こえるのか。まあ、務めなどもうよい。あの調べを追わねば。あの調べはわしを呼んでおる。そんな気がするのだ。辿って行かねば、あの調べはきっとわしを。どうすれば終えるのか。忍び殿、心当たりはあるか。知らん。さようでござるか。では放っておいてくだされ。ここで一人耳を傾けていたいのです。お前さん、身投げされるのかい。なんだと。芦名の底に行きたくば身投げをされるがよいじゃろう。あっちじゃ。芦名の底はあっちじゃ。
行ってしもうた。すぐそこにおったのに。お主。うん。おお、忍び殿か。聞いてくだされ。それがしは、ついに見申した。女の僧者でござる。遠目にもわかる。美しく。だが、儚い様子の。呼んでおるのはわしなのか、尋ねるのじゃった。つい聞き惚れておるうちに、すっと霧の奥へ去ってしもうたわ。そういえば、父上から霧深い隠し里のこと聞いたことがござった。忌まわしい里ゆえ、決して立ち入るでないと。だが、今はどうでもよい。さて、この先は、なんとも濃い霧の森を、あの女僧者のもとへ行くには、どうしたものかな。ああ、霧の奥で、あの調べが呼んでおる。
差し上げたいのじゃ。
いかがかね。こんなところにも死者があるところ、また供養衆あり。死ねぬものでもお構いなしじゃ。さあご供養していきなされ。死者があるところ、また供養衆あり。どこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。
調べに気を取られ不覚を取り申した。ああ仕方聞こえる。きっとこの先にあの女僧者が。やはりわしを待っておったのじゃな。ああ、やはりわしを待っておったのじゃな。
でございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。
なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ、御仁、サクザ様はいずこですか？知らぬ。ああ、あなたも嘘つき。どうして皆隠すのですか？そこにおるのは忍び殿か。ああ、忍び殿には礼を申さねば。礼だと？あの女僧者を連れてきてくださったであろう。ついさっきわしを撫でながら調べを聞かせてくれた。今までとは違う子守歌のような安らかで温かい調べじゃ。奏でながらこう言うてくれた。よく来てくれましたねと。やはりわしを呼んでおったのじゃな。忍び殿、これをもらってくだされ。わしはもう眠いのぜ。
受けてきたぞ。Thank you.
オラはカゴじゃ。おい。カゴ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 。落ち着け。あんた、まともな人かい？よかったよ。あんたはまともなお人だよ。あんた、何か聞きたいことがあるのかい？ただ、すまねえが、ほら、このままカゴかぶったままでいさせてくれ。この村はどうなっている？オラにもよくわからねえ。気づいたらみんなおかしくなっちまってた。オラもずっと頭がぼーっとしていたんだけども、ゲーゲー吐いたら目が覚めたんだ。喉が渇いてたくさんお酒を飲んだからな。きっとそれで吐いちまったんだ。神主様が時々お酒を振る舞ってくださるんだ。ただな、お酒を飲むと喉が渇いちまう。酒だるはすぐ空になる。仕方なくみんな池や川の水をすするんだけどな、飲めば飲むほど喉が渇く。喉が渇いて渇いてたまらなくなるだ。この村の者たちどうなっている？わからねえ。ただみんな火を怖がる。頭がぼーっとしてる時はオラもそうだった。あのなかなか消えない火、今思い出してもゾッとする。消えない火。漁師の犬彦のやつが松ヤニを燃やして家に立てこもってたんだ。あいつの松ヤニは長く燃えるからな、全く忌々しい。犬彦は村の鼻つまみ者だ。獣の肉など食いやがる。だから神主様もあいつにはお酒をあげないのさ。その犬彦の家はどこだ？池の向こう側さ、どん詰まりに犬彦の家がある。神主とは？神主様はこの村で一番偉いお人だ。川沿いに遡った先、水源に近いお社にいらっしゃるぞ。神主様はおっしゃってた。みんなで都人になろうぞってな。お酒をたくさん飲めば都人になれるってさ。ん？都人ってなんだろうな。そうかい、行っちまうのかい。オラはここでカゴにこもってるよ。辛抱せねば。Thank you.
忍びのお方、司祭は。クロウ様、刻限ですね。エマ殿、分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の歯笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。Over there!
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは芦名存亡の戦、一心様そして芦名の民のために命を捨てて参ろうぞ。我らこそ芦名、不当の芦名衆よ。おう、芦名のために。旦那、この城の侍じゃないみたいだな。忍び、それもかなりの手だれだ。おう。やっぱりか。ともあれ、助かったよ。ちと下手こいちまってな。侍どもにしつこく追われて参ってたんだが、旦那がみんな黙らせてくれた。これはその礼さ。俺の食いぶちは情報だからな。うん、まだなんか用かい？あいにくと危ない場所では飽きなわないのさ。命あってのなんとやらだ。縁があればまたどこかで会おうぜ。
らぬと申すか。食うのはもちろんですが、傷口や仏さんの清めにも入りようでして。これだけ人死にが続いてはということだな。おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか、なんとかして血を手に入れねばな。だから、寄せつったんだけどな。まったくしつこくって嫌になるぜ。めんどくせえ。おめえは豊かの衆か。いや。まあそうだろうな。風情がちげえ。だがどうやら同業だ。俺は黒笠のムジナ。おめえは？愛想のない子った。しつこいおってに仏頂面の忍び、アシナの連中も外で騒いでな。まったくいい日だね。お主、抜け人か。まあそんなところだ。ところでよ、ちっと銭が入りようなんだが、品はあれど裁くあてがねえ。おめえみてえなやつを待ってたところだぜ。
おめえ知ってるか、このアシナの城にはな、外からのネズミがワンサと来てら、そういったネズミをよバッタバッタと切りまくるおっかねえジジイがいるんだぜ。天狗の面か。おお、おめえも見たのか。話した。へっ、そいつは驚きだ。よくまだ首がつながってるもんだな。銭がたまるまではここにいるからよ。気が向いたらまた寄ってくれや。ラッパ者を見なかったか。この辺りに逃げてきたはずなのじゃが。おお、そいつはどんな格好だ。黒い傘じゃ。黒傘の小男じゃ。だがこの辺りを通った者はおらぬがな。タヌキか、あるいはムジナか何かと見間違えたんじゃねえのかい。もうよいわ。Thank you.
よう、旦那。侍たちが欲しがっているもの、分かったぞ。本当ですかい、旦那。ああ、塩が足りぬようだ。なるほど、塩か。食うのはもちろん、死人の清めや怪我にも使う。戦場で死体が腐れば流行り病も道理ってわけだ。みんな塩がなくて困り果ててる。そいつは儲け時ですね。なーに、塩があれば助かるものが多い。多少高く売っても罰は当たらぬでしょう。そうと決まれば塩を工面せねば。旦那、ありがとうございます。じゃあな、旦那。塩がうまく売れたら新しい品を仕入れやす。その時はぜひごひいきに。の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら飽きないもするぜ。どうだい。の品のことか。昔の手癖でな、つい集めっちまうのさ。供養供養が嫌になって一味も抜けたが、死体を見るとやっぱり放っておけなくてな。それにまあ品に寄せんもんないだろじゃあな、旦那。そこもとか。それがしを使い刀の修練を積むがいい。しからば参る。さらに参る。
からに参る。来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受けようぞ。お主と、はい、お主と九郎様の幻を見た。幻？ああ、九郎様は今はどこにいる？アシナの城、その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが城の門は閉じられています。そうか。変わったことがあったのですか？ああ。どのような？俺はひとたび死んだ。だが巫女様の声が聞こえ、気づけば再び生きていた。ひとたび死に、今再び生きているならば、それは改姓でしょう。改姓？九郎様の流陰の巫女の力と言われています。改姓の力を与えられた者は死してなお蘇る、幾度でも。バカな。はい、おかしなことです。ですが現に起きている。また変わったことがあれば知らせてください。改姓の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。狼殿、よく参られました。ではまた。うん、お前さん、面白いものを手に入れたな。それはからくり筒、忍び義手の真となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？真となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ？からくり筒と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。
牙の形を増やしたきゃ、せいぜい人具を探すこったな。乗りかかった船じゃ、仕込むことだけはしてやろう。お前さん、どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは、己のうちに留めておくもんじゃ。武士殿は、そこの仏で、何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎。何を備えようとも、それしか見え。一面の、アシナを焼き尽くすような、炎。それは。この話は、しまいじゃ。酒を持ってきた。もらうとしよう。口に合わぬか。いや、うまい。じゃが、傷がうずくのよ。その左腕か。この酒を好きなお方に切り落とされたのじゃ。それは一心様よ。何故一心様が。切ってくださったのじゃ。飲まれかけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ。修羅。まあ信じるか信じないかはお前さん次第じゃが、せいぜい気をつけな、修羅の影にな。からくり筒が仕込まれていれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び騎手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。